性がなくてもヒーローはできますか？個性のない人間でもあなたみたいになれますか？没個性どころか無個性のてめえが、行くなら絶対雄英だと思って。てめえが何をやれるんだ？あなたみたいな最高のヒーローに。君に真実を伝える。ごめんね、イズキュー。分かってたの？現実さ。彼は現実が見えてないのです。相応の現実も見なくてはな。それでも僕はなるんだ、憧れのヒーローに。来いよ緑谷少年、ここが君のヒーローアカデミアだ。無個性でただのヒーロー好きな君は、あの場の誰よりもヒーローだった。奴はあの女子を救わんと飛び出した。あの人助けてくれたんです。なんでてめえが。君が助けを求める顔してた。これは君自身が勝ち取った力だ。僕のヒーローアカデミア。これは僕が最高のヒーローになるまでの物語だ。